武井テレコ10チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、母が施設に、入居するのに、僕ら母が住んでるところは阿南市っていうところなんですけど、まあ母が入居するところは徳島市だから市が変わるんで、それの、手続きとかをまずしとかなあかんということで、市役所に今から行きます。今日は雨じゃ。市役所着きました。しかしいつ見てもこれでかいな。はい、市役所行ってきました。本当にね、丁寧にやっていただいて、説明もしていただいて、そんでいろんな手続きも任せてくださいみたいなこと、それは当たり前のことだろうけど、行政ですから。でも本当にね、なんかこのふるさとでね、俺の力とか、自分の力だけで、できないことをやっぱりね、市とかがこうやって支援してくれてる、協力してくれてるところがすごくありがたいなと思うし、改めてほんまに俺思うけど、マジで売れなあかんなと思うわ。ほんま長者番付1位みたいになって、そのふるさと納税して税金すごい金納めれるぐらい、そこで恩を返すみたいな、ほんでこの町を、潤えるぐらいの、なんかそういうやつになるしかないなと、いろんな意味で感謝の気持ちも込めて、ほんまに改めてほんまに思いますわ。改めてね、人って人に助けられていくんやなっていうのはすごく、痛感するというか、そういう思いが今ね、気持ちの中でもうこういう気持ちになるんかっていうのが、本当にこういうことってこう目の当たりにしていかんと、現実的にそういうことで、感じていくこと、僕は今すごい日々、自分の中で、芸人としてもなんか、いい意味でいろんな勉強をさせてもらっていってもらって思うし、自分が目指してるところはどこなんやっていうこと、改めて照準を決めさせてくれてるような気がします。本当に、そんでね、働き口をどっか探さんと、いやほんまマジで、もともとは母が入る施設に俺も介護士としてアルバイトさせていただいてっていうことから始まった話なんですけど、やっぱりそこは難しいみたいな。ほんで短期っていうところで、でもだいぶ前にね、一番最初に入居するとこをとそこを揉めたこととこは何かって言ったら、ダメならダメで、最初からちゃんとそこを言ってからのものの順番をっていうところに、やっぱ他の施設今入ろうとしてるところは、最初からそうやって言ってくれてるし、それに対してじゃあどうしますかって聞いてくれるし、だからそこで人としてみたいなところが、やっぱり僕は一番最初断ったところは、ここは、間違ってるなと思うし、僕の選択肢は間違ってないなって思います。だから人に助けられてるけど人にも潰されることってやっぱりあるんやなっていう、そのジャッジって己自身の目でジャッジしていかなあかんって、でそこのジャッジする部分の中では自分の本気の思いっていう部分を真っ向にぶつけていくしか答えは出ないと思う。上っ面でなんか、いい人ぶってみたいなところやったって絶対に届かない。絶対に答えは、いい答えは出ない。誰かが我慢することになるし、じゃあ誰かって言ったら母
うん、でもね、皆さんね、贅沢言うたらキリないですよ、うん、例えば本当にね、全てが、うん、楽園みたいな、そんなことは無理ですよ、うん、それ何億も出してとかいうところが、うん、とか違うから、やっぱり人の、うん、サービスとか受けるのは、世の中はやっぱりお金から発生しているもので、ただではやってくれよ。そんな、その中でやっぱり、自分が思ってる理想まで行き届かないところっていうのは、うん、現実やっぱりそれはもう覚悟していかないかんなっていうところがありますよ。まあこの一旦芸人活動、まあ、東京での、休止するわけではない、もうこの田舎で何かすることがあれば、すること見つけて何かやろうと思ってます。こうやって徳島来てやってる中で、やっぱりね、俺を応援してくれてる子とかたくさんいてまして、それでその中でも、まあ、僕のオリジナル曲を作ってくれてる、奈良鳥元子さん、彼なんかも常に俺の一発ギャグなんか編集して、これ TikTok にあげますみたいなことを送ってきてくれたりする。本当にありがたい。武井さん、止めんとってくださいって、芸人っていうのは絶対進めていってくださいっていう気持ちがもう本当にありがたい。で、今の時代だからこそできることなんやろな、うん、まあ、ちょっとその鳥元子さんが編集してくれて TikTok に上げてるやつ見てください、どうぞ。上、右、左、前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 、上、上、上、右回り、右回り、左回り、左回り、右回り、左回り、右回り、左回り。飼い主が帰宅してきた時の犬。私、ロックは聞かないわね。私ね、ジャズのサウンド以外体に入ってこないの。お姉さん、そんなこと言ってるあなたはもうロックだよ。どん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 、上の階のもんなんですけど、どん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 、いてるんでしょ？わかってるんですよ。なんで苦情を言いに来ないんですか？この時間にタップダンスやってるんですよ。いてるんでしょ？あ、斧が。あなたが落としたのはこの木の松葉杖、片足だけのブーツ、それとも普通のカラーボックス。湖の神様、なんかごめん。左、右、左、左、右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 、下。もう焼酎何杯飲んだかわからんおっさんの帰宅の歩き方。リアル神父さん。何時は夫を永遠に愛することを誓いますか？はい、誓います。何時は妻を永遠に愛することを誓いますか？はい、誓います。もういいかい？まだだよ。もういいかい？まだだよ。もういいかい？もういいよ。探さずに帰る癖は治りません。今、
腰の曲がったおじいちゃん二人で、うかんむり作ってます。どうも、指揮者の前で指揮をする指揮指揮者です。時代遅れデカ。デカ長、本当に新宿アルタからタモリは出てきますかね。一時半には出てくる。東京世田谷区の献血、はい、A 型です。はい、大阪通天閣西成区の献血、何型でもええわ、チークレー。今マックのドライブスルー逆回りしてます。何周目で怒られるでしょうか。今僕は結婚もしていないのに離婚届を提出しました。受理してくれません。フリック入力をガラケーでやってみたら血出てきました。どうも、モデルハウスを勝手に増築専門の大工職人です。海賊版ドラえもんパート3。どうしたののび太くん。何？嫌いな人参がおかずに出てきた。何かいい方法はないかって分かった。あれでもない、これでもない、あれでもない、これでもない。あった。人参、プレイ！鬼滅の刃。ネズコ。大丈夫か？ネズ、どうしたネズコ？口に加えてた竹はどこ行ったんだ？どうしてマスクをしてるんだ？どうして、ん？鬼滅の刃じゃなくて、飛沫の立場。鬼滅の刃。ポン、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 ポン。貴様が炭治郎か。本当に炭治郎か？こっちへ来い。お、パンツが脱げた。お尻を向けるな。ケツの穴が、何か出来物ができてると。お前、炭治郎じゃないな。単に、次郎じゃねえか。何？進撃の巨人が来ただと？お？お？あ、はい。あ、どうもありがとうございます。お前にお年玉って。お前、進撃の巨人ちゃうやんけ。お前の親戚の巨人しようやないか。はい、本当にありがたいですよ。うん、で、やばい、俺おもろいわ。こんな状況でこんなことをずっとやってるよ。そんなことをこう、気持ちをふっとさせてくれるのがみんな、俺の仲間である、応援してくれてる人、んで見てくれてる視聴者の人、だから僕今ね、芸能界が止まってるわけじゃないし、どこに行ってもこの口と場所と、この今のこういう時代、こういうカメラあったらどこでも表現できるし、俺は芸人、この母のことをいろいろこうサポートして自分の人生、これも芸人の一つの芸道やと思ってるんで、全てに対しておもろい、おもろいよ、俺おもろいことをやってるよ、おかんもおもろいとこに連れていくよ、全て。はい、ということで今からですね、母を入居してもらおうという施設に、昨日行ったところ、そこをですねもう一回ちょっと詰めた話を、聞きに行くのに今からその施設に向かい着きました。よいしょ、早速ちょっとはもっちょっと詰めた話をねしに行こうと思ってます。すごいなんか自然に囲まれたいいとこですよ。はい、今話してきました。もうほぼ確定です、
4、5日の間に、入居できます。すごい親切にね、いろいろ親身になっていろいろ説明してくださってありがたい、うん、間違いないここは、うん、そういうことでございます。さあ今から何をしに行くかというと、母が今入院しているところに、進路状況証明書みたいな、今母の体がどういう感じなのかっていうのを、その証明書をいただいて、でそれを、ここの施設の隣接してる病院に持って行って OK が出たら入居の契約に入るという、その、書類を母が入院してる病院に今から取りに行きます。はい、母が入院してる病院に着きました。何回ここに来るんだ。だからね、あの仏さんはそうやけども、が線香とあれはもうでかい火は使うとあかんねんと。ほら、あの家でももう使わんように、うんうん、いっぺん神さんの火で焼けたけんの、さらにこういうとあるんよ。だから仏壇もかまへん言ってるから、うん、あとは何がいんねん。ほんであの大きいタンスみたいなのあるで、あれは持っていくわね。あれ持っていてもかまんの、うん、うん、ほんでテレビね、うん、ほんで冷蔵庫、うん、あと何がいるぞ。で洗面道具とか、うん、洗面所も部屋についてるんよ、うん、でタンスもあるついとる、うん、だからお母が必要なもんな、いっぱい手紙とかあんないっぱいあるで、あんなはもういらんのか。手紙あんないっぱいこう入れとるで、こうどこあの枕元にあったか、うん、あんなこういろいろポケットにハガキとか入れとるで、あんなもいらんだろ、あんな、うんうん、絶対いるもんはメガネとで薬とかはいるの、薬いっぱい。あの薬はこっから何するんちゃう、うん、それはまた施設入った施設でもらう。こっからこんなんしょるっていう、そうそうそう、もう情報がいくからね、情報がな、うん、だからもう家にある薬はええんかも、いらんのか。いらんのな、うん、こうやってこっからでなかったしょうね、うん、持って行ったってしゃあないもんもう、うん、まあ、うん、まあマハラが一番じゃけど、うん、もうマハラは用事じゃないようになって、うん、うん、そうそうそう、うん、まあほんまに田んぼと畑しかないようなところで、うん、でもねすごい環境がええ、うん、ほんでスタッフもええ人や、うんうん、ほんでデイサービスもやっぱり楽しそうやし、うん、でまたそこの人がもう俺芸人やって言うたんよ、うん、だからもう一回芸しに来て言うて、うん、おおおおおほらは、あの、下っ端でないんって上が言うんか。おぉ。下っ端が言うたって、それを教えんもん。うん。あ、ほんま、よかったよかった。まあまあ、それは確実な話じゃないけどね。うん、でもまあ、そんなんで。うん。うん、まあ、よかったわ。だから10日に入るから。うん。うん、今日何日よ。今日は5日。ほな、あと5日で。うんうんうん。だから荷物を。ほの時は。10日はまた来てくれるの、うん、俺が来る、うん、あれおらんで、ほんでね、お母ね一旦お母が預かるで、うん、ほんで俺書類上それが必要で、うん、でまたお母に戻すからあとはね、うん、サリに持ってもらうとか、うん、それはもうお母らが話せえだ、うん、ね、俺はもうそこは知らんから、うんうん、ね、ほんで施設とサリらはどうねえもそうやけどどう関わっていくかはもうお母らが話してくれ、俺はもうこれを決めるまで、ほんで安定するまでの役割でやるから、うん、ね、ほんでよ、あの面会にはワープされる、来れる来れる、外泊もできる、うん、自由で、うん、ほんで散歩とかもスタッフが連れて行ってくれるらしいから、健康的でよ。はい、ということで母と話してきました。まあ母も喜んでました。安心したような感じがしますね。先ほど病院のね、診察受けに行ってる患者さん同士が喋ってましたわ。ほんまにあんな会話あるんやなと
あの人って最近見えへんなって、あ、そっか、調子悪いんちゃう言ってた調子ええから来るんやなベタな話やけど、こんなんあんねんな、ほんまに。さあ、今からですね、母が入る施設の、まあ、あの母体となるその病院に、母が今入院している病院からの診療情報提供書っていうのを書いていただいて、それを、その病院に今から持っていきます。そこで、まあ、許可が下りれば、契約に、話が運ぶということでございます。はい、ということで、今診療情報提供書を、ね、施設の母体となる病院に、渡してきました。まあ、その許可が下りたら、契約に話が進むということで、まあ、あさってぐらいになると思いますと言われたんで、連絡を待ってるという感じでございます。うん、まあ、なんかことがね、うまいこと進んでいってるような気がします。まあ、いろいろ大変ですが、うん、やれることをやるっていうだけのことでございますよ。で、まあ本当にね、何でも前に足を踏み入れて、歩き出したら何かが起こる、何かが開けていくっていうのが、思います。まあ、まだまだいっぱいやることあるんで、まあ、皆さん見守ってください。